おっすおっす、いつもご視聴ありがとうございます。炭酸のお兄ちゃんです。バトル系を専門に動画投稿しております。本日の動画は、不死身キャラまとめでございます。なんでまた不死身キャラかというと、いやね、最近ゴールデンカムイやっと続き放送されたじゃないですか。やっぱね、あのセリフがいいんだよね。俺は不死身の杉本だーってね。まあ、言いながらこう敵を蹴散らしていくのが最高なんですよ。ってことで、一人目はゴールデンカムイより、不死身の杉本こと杉本彩智。もう異名がね、不死身だもんね。戦争でね、幾度となく重傷を負いながらも死なない男杉本。続いてはガンダム00より、不死身のコーラサワーことパトリック・コーラサワー。脇役の中で、絶大な人気のあるネタ枠のキャラですよね。何度もマジで死にそうになるけど、結局生きて帰る男。まあ、さらにはね、好きな女性に猛アタックの末、結婚まで行くのは正直憧れます。続いては、史上最強の弟子、ケンイチよりジーク・フリート。いや、また懐かしいとこから引っ張ってきましたなってことで、実はね、今、漫画、少しずつ読んでいて、そのジーク・フリートはね、独自の受け身で攻撃を無効にします。その受け身や、まあ、身のこなし方で、まるでね、攻撃が効いていないというね、錯覚するほどなんですよね。ラララララーってことで。続いてはね、ドラゴンボールより亀仙人。はい。何回か死んでるんですけど、異常なほど長生きしてるじっちゃん。初登場時はね、319歳という人の人生を3倍以上過ごしております。その後の GT でも生きてるし、まさに不死身ですよね。まあ、じっちゃんね、死んでほしくないけどね、でもずっと長生きしていただきたいです。続いては、大の大冒険よりヒュンケル。不死機団のね、軍団長をやっていたり、まあ、何回も、え、いや、それで生きてんの？なんでそれで生きてんのよってね。と、まあ、その杉本以上にね、不死身属性がちょっと備わってるんですよね。はい、そして最後に、艦隊コレクション、艦コレより、響き&ベールヌイちゃんですね。最後はちょっとトリッキーに、駆逐艦の響き。太平洋戦争で、まあ、戦火により3度の、まあ、甚大な損傷を負ったにもかかわらず、強沈せず。まあ、最終戦まで生き残った幸運ぶりと活躍から、不沈艦、あとはね、不死鳥、戦争を生き延びる運命の艦など、と呼ばれてますからね。まさに不死身の称号にふさわしい、ということで。以上です。今回のまとめはね、もっとね、こう、ガチガチに不死身体質のキャラ、ちょっと入れるかと思ったんですけど、まあそう思った人はね、そういうキャラはちょっとね、また違う機会、次の動画とかにね、って感じかな。まあちょっとこの動画がね、もしいいねが、多かったら、ちょっと作ろうかなと思ってますのでね、まあいいねがね、20以上ぐらいついたら、その、すぐに作るのを取り掛かるので、よかったらいいねよろしくお願いいたします。以上、不死身キャラまとめでした。ご視聴最後までありがとうございます。ぜひチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いいたします。では、おっつおっつ、バイバイ。